はい、今回は塩バターパンということで、蜂蜜レモンのね、ものです。では食べてみて。もう開けた瞬間パンの香りがすごいんですが、食べると下の方に、上が空洞になってて、下の方にですね、蜂蜜の味がします。なかなかこうしっとりとしてて、うん、美味しいなって感じですね。で、こう塩バターって感じで、確かに塩がほんのりとあるんですね。まあこれどこかってぐらい入れてたらね、それは嫌がらせだろうと思いますけど、まああのほんのちょっぴりの塩が入っていて、でそれでこう、それがこのレモンとあの蜂蜜の意外とその入ってるパンにあってですね、なかなかいいですよね。これなんかできたのはね、こういう塩パンができたのはあれだったね。つい最近ですよね。だからこれはできる2年ほど前かな。その時だ、この暑い時期ってパンが売れないらしいんですね。まあそうでしょうなと思うんですよね。こんな暑い時期に、ね、あの焼きたてのパンいかがですかって言われても、もうこんなセミがみみんなく時にね、焼きたてのパンをって言われても、冬とか秋だったらね、食べてみようかなと思うんですけど、夏の暑い時にそれ勧められても申し訳ないけど、ちょっと、あ、暑いからいいですわ、みたいになっちゃうんです。そうすると、どうしてもパン屋って売り上げが下がってきちゃうんで、でその時にパン屋が工夫した時に、どうしたらその、焼きたてのパンを食べてもらえるかってなったら、あの、塩を、こう、ほんの少し、取って、で塩をパンの中に入れたらしいんですね。でそんで食べた時にあの塩の香りがさっと味がすることによって、その暑さからちょっと涼しさっていうのをまあ感じていただけるというかね、うん、のがあって、で確かそれで繁盛したっていう話なんですよ。だからそれを確か最初あったクロワッサンかなんかで 塩のクロワッサンを入れて、で食べて、それを販売したところ、お客さんから好評だったんで、まあ夏に塩パンっていう、まあ夏に塩を入れたパンを出すっていうのがちょっと定番みたいになってきたみたいですけどね。まあどっかのパン屋がそれやったみたいなんだけど、まあそういう風な感じでなのかな。確かに今のこの暑い時期に焼きたてのパンはっていうと、ちょっと、っていう、ちょっとご遠慮願いますみたいな感じになりがちですけども、確か塩バターとかだったらば、まあいいですわな。バターのほんのりとした香りにこの塩が入ってるっていうのが、それがこう暑さを一瞬でもさーっとこう和らげるというか、そういったところがいいなっていう感じです。だからまあこういう暑い系のものってやっぱり、冬はね、一番ちょっと冬じゃね、この暑い時期やっぱきついですわな。うん、暑いものに暑いものどうぞって言われても、ええー、っていう風になっちゃいますから。やっぱりその時にこう、ちょっとでも涼しいものを食べるとね、なかなかこう、さーっとした感じがいいなっていう感じで、それがまた、あの、味の良さというか、そういったところを、まあ、感じていただけるんで、まあ、それはそれとしては、まあ、非常にいいんじゃないかなと思いますし、なかなかいい、うん、塩パンの味わいだなと思います。どうもありがとうございます。